この人が大問題なのは、もう絵に描いたような親中議員であると、親中政治家であるということ、これがあの政策に如実に表れてるんですね。これはもうやばいです。この人は、この人のファミリー企業が日本端子、中国政府に大変優遇されている企業で、このお父さん、この陽平さんも当然このファミリー企業日本端子に関わっておられたわけで、深く関わっておられたわけですけど、この人が従軍慰安婦問題に関して出した河野談話、その後韓国中国を勢いづかして日本を攻撃するのに武器として使われて、しかも全世界を巻き込んで、国連まで巻き込んで嘘を広める、そのための大きな片棒を担いだ、リードしたのがこの河野談話、これが河野太郎さんのお父さん、河野洋平さん、河野洋平と河野太郎、この二人についてはですね、とんでもない人たちだと私は個人的に思っています。加えてですよ、これはもう河野太郎さんの人柄がバッチリ出てるのが、河野大臣が公式の記者会見で記者から質問されるんですね。日露関係について、いろんな記者の方が質問するんですが、一切答えようとせず、次の質問どうぞ、次の質問どうぞ、次の質問どうぞと言ってるんですね。こんなものはですね、大臣失格です。もう政治家失格です。傲慢極まりない。我々国民に説明するのが政治家の仕事ですからね。自分に都合の悪いことは説明すらしない。これを見ればですね、この人の人柄ははっきりと出てます。にもかかわらずですよ、この人が次期総理にふさわしい人の上位に上がってくるっていうのは、マスコミの報道の仕方にも大きな原因はありますけどね。この問題点をきちんと報道しようとしませんからね。しかも河野太郎という人間の人間性、こんな人とてもじゃないけど総理になったら日本の恥ですよと、この当たり前のことをきちんと国民に分からせるような報道を一切してませんので、その原因は多分明らかです。この人が絵に描いたような親中議員であるから、だからだと思います。日本のマスコミ報道局は大変左傾化してますんでね、こういうものはなるべく叩かないようにします。だから日本端子の問題、ファミリー企業が中国から大変な恩恵を受けている問題も、実は自民党総裁選で河野さんなどが戦った時、この河野さんの問題点について、このネットではきちんとね、事実が出てました。ところがマスメディアはほぼほとんど報じなかったですね。だから国民の多くの人が知るところに至ってませんが、とんでもないですね。この人、こんな人を総理にしたら日本は、日本の将来はめちゃくちゃになります。